こと想像してしまうというね。それから30代の女性の方からこんな告白をいただきました。部屋数に合わせて子作りした我が家という。なんかが引っかかっちゃいましたね。それから40代の秀樹さんです。赤いブラ黒いブラより手ブラがいいという。もう皆さん、それからね、40代の女性の方、愛さんです。したたかに計算済みのチラリズム。へえ。若い頃は好きな人の気を引きたくってよくやってました。なるほど。それからね、これもいいな、ゆうきさん。色っぽい迷惑メール保存する。迷惑メールでしょ。削除してよ。もうね、どんどん面白くなっていってます。色っぽいからね、もう色っぽいをテーマにした面白い作品になりつつある。皆さん本当に素晴らしい、美味しいお肉がお二人の方にあり当たります。ぜひ、送ってください。お楽しみに。それでは行きましょう。この時間は浩二さんの作品からです。風が吹きスカート押さえてだっちゅうの。もうほんとこれ好きなんですよね。そうですか。頭隠して尻隠さずみたいな。ねスカート押さえたらこっちの方がっていうね、胸元がっていう、いろいろ隠さないと。浩二さんはね、ガブリオリシリーズの人でもあるんです。ああの方。そうですね、ガブリオリシリーズでもう最終的にもうこのガブリオリシリーズはダメだぞっていうね、ことでいきましょうか。もう一つ、本屋にて手と手が触れ合いガブリオリ。もう犯罪です。本当ですよ。警察に連れて行きます。ここまで来たら犯罪です。本当です。さあ、それからね、和幸さん。唇を奪えず消えたデート代。あら、そうですか。それからね、信之さん。布団から弾かれたてどないしようって。どないしましょうか。お、面白いですね。布団からパーンと弾かれてどないしようこれ。もうね、色っぽい五七五から色っぽいおもろい五七五になってるんですよ。なってますね。はい。それからね、こちらも面白いよ。女性の方、ひとみさん。名前呼ぶちゃん付けの時求めてるっていう。ああ、なるほど。普段は呼び捨てなんですよねっていうの。ここまで分かりやすかったら逆に恥ずかしくないですか。ほんとね、ラブサインが。ラブサインってやめなさいよ。変な言い方しなさんなっつうの。さあ、それから道弘さん。仲良しの途中で寝たら殴られたという、ね、寝たんですか。さあ、それからね、これいきましょうか、はい。かなこさん。月明かり浮かび上がった白い顔、ギャー。ホラーのように。もうね、本当にね、いろんな作品が来てるんですけれども。じゃあね、よしみさん。思い出す香りであの日のあの人を。あー、色っぽいですね。ね、うん、もう笑いが起きなくなっちゃった。もうすごいすごいすごいのが多すぎ。ひろさん。なんでだろう、喧嘩の後ほど燃える夜。そうなんですか。まあそういう人もいらっしゃるという ね, ねえ。もうね、うん、あとね、紹介できないけどもめちゃ面白いのがもう40通ぐらいあるんです。その弾く方を見たいですもん、私も。ああ、これ放送禁止的なんだろうなみたいな。君も好きですよね。はい、もちろん。あっちゃんはね、お好きなんで、うん、一応やっぱ曲がかかってる時に、はい、スタジオで私があっちゃんのためだけに五七五を紹介してるんですよ。贅沢やろうが、誰が贅沢。すっごいの来てますから。すごいですよ、はい。いや、これどっかでね、うん、
見たい人だけ日の目を見せたいなっていう、うん、このスタジオにこっそり堂でも開きますか誰がこのスタジオにこっそり堂だよこっそり堂にこう入ってきたら私がこう入ってくる瞬間センサーが鳴ってチャンチャチャチャンってなるっていうねいいね出勤前とかに来てもらったらそうですね、そんなこともやりたいなっていうのは思うんですけれども私があと10人ぐらいいないとできないのでそれはやれないと思いますが、どっかで日の目を見せます